の角に来たら右へ曲がってくれ。了解。街に入る。おい、ちゃんとターンできるか。黙って見ておくれ。子供がいるな。ああ、仲良くなろう。お菓子やるのか。ああ、チョコレート食べるかい。用意がいいな。お前もあの子にあげろよ。持ってない。お前の分を。ケチ。お前あるのか。山ほどね。ジャンプして。ほらジャンプ。そう。いや、ナイスキャッチだ。食べますか。悪いな、後に取ったぞよ。静粛に。中隊全員気をつけ。休めの号令を。は。全員休め。脱帽よし。楽にしろ。ビテズへようこそ。結婚式を延期しないって本気なのか。まだ半年ある。それまでにちゃんとスピーチの内容を考えておいてくれ。我々の仕事は負傷者の保護だ。この度英国陸軍軍事部のエンゲル中尉を迎えることになった。連絡将校として我々に協力してもらう。いいか、我々の任務は民間人が餓死しないようにすることだ。ではガーニー君、先進国の後ろめたさを打ち消すのが任務だろう。皮肉は後に取っとけ。いいか、諸君に言っておく。我々は中立だ。難民も受け入れない。その行為は民族浄化に手を貸してボスニアの民族地図を書き換えることになるからだ。任務の境界を超えるな。判断を誤ると命を落としかねないぞ。戦車は無敵ではない。100ミリ砲弾でも防げないものはある。油断するな。連中の武器は弓矢ではないし、彼らは元ユーゴスラビア軍の兵士で東ヨーロッパ最強の軍に属していた。だがこっちの武器ときたらボロ。俺の銃はまともだよ。これから悲惨な光景を目にするだろう。だが何があろうと国連軍としての職務から逸脱するな。規約のカードを全員に配るからよく読め。北アイルランドで同じものを見たことがあるだろう。裏はセルビア、クロアチア語だ。この私にはちんぷんかんぷんだが最後に言っておくが、命の危険がない限り絶対にこちらから発砲してはならない。何か質問は。
次のブリーフィングには難民高等弁務官事務所のラングラバーさんがいらっしゃる。集合は19時。総長転校頼む。はっ。ではいいか。中隊全員気をつけ。これが1ヶ月前のボスニアだ。ピンクの地区はセルビアに占領されている。黄色い地区はまだボスニアが防衛しているが、ここまで圧迫され縮小している。いや、この地図はもう古すぎる。ヤイセは陥落したし、それにラングラバーさん、説明が終わったら紹介しますから待っててくれませんか。わかった。現在セルビア側はヤイセを抑えてそのままトゥルベ方面に進んできている。古い地図だったら意味ないじゃないか。トゥルベが陥落すれば我々が最前線に立たされる。明日はどうする？セルビア側はすでに南のサラエボ周辺を掌握し、月曜にサッカーの試合がある。レンジャーズとアウェイで。トラブニクとビデスが。たまには土曜の夜ぐらい羽目を外したい。それではここで国連サンドラがいるのに、この浮気者め、国に帰ってからバラしてやるぞ。ありがとう注意。トラブニクが落ちればさらに大勢が家を失って難民と化すだろう。そんなこととは夢にも思っていない人々だ。おそらく大混乱が起きるはずだ。負傷した。助けに行く。彼はフィーリー注意だ。民家だよ。俺たちの通訳をやってくれる。ちょうどよかった。一緒に来てくれ。子供たちはどこにいるって？彼らはクロアチア人。家はムスリムだけど。中に入ってみよう。何かわかるかもしれない。ゆうべ男たちが来て激しい銃撃があり、大人たちは逃げたけど男の子がバルコニーから飛び降りた。大した怪我じゃなかったようだけど、今クロアチア軍が探してるって。なぜ荷造りをしてる？20分以内に荷造りをして出ないと家が焼かれるそうよ。おいでなすったぜ。クロアチア軍の団体さんがな。光栄だね。彼らのことは何て呼んでたっけ？バカ犬。ハロー。嫌なやつらだぜ。この家を焼く必要はないと伝えてくれ。いいところに来た。焼け出された人たちだ。どうする気だ？ここから避難させる。ダメだ。放ってはおけない。いいか、任務は怪我をした子供の救出。あの二人を連れ出せば民族浄化に手を貸すことになる。あくまでも中立を守ってくれなくては困る。
少年がそこの川にいるって。いたぞ。大丈夫、イギリス人だよ。国連軍、おいで。早く手当てを。ここへかけてます。いいぞ。よし、歩けそうか。わかりません。とにかく乗せましょう。見事ゴール！来たぞ。少年は重傷でした。急いで通る必要があったんです。あそこはクロアチアの検問所だ。君の無謀な行為のせいで後から来たラングラバーさんは何時間も足止めされたんだぞ。無謀な行為だとは思っていません。地雷を蹴っただろう。下手をすればドカンだぞ。はい。しかもムスリム人を戦車に避難させれば民族浄化に協力していると思われてラングラバーさんの立場を困らせるんだぞ。はい。今後は国旗ではなく国連の旗を立てろ。はい。諸君の到着予定時刻はセルビア側に通告してある。輸送される難民の人数は6000人から7000人だ。アルファ30、了解なら応答せよ。了解しました。連合使徒が任務はあくまで監視だけであることを忘れるな。以上。
行け、ジェームズ。乗れそうだな。そこはもっと奥へ詰めて。そこ空いてる。もう少し後ろへ。起こしたかい？ええ、あの人に連れて。ごめんなさい、寝てたわ。あなたの夢を見てたの。まさ夢だったのね。いい夢。ええ、でもちょっと体調悪くて。どうかしたのか？ムカムカするの。そっちはどう？つらいよ。クリスマスだから電話した。じゃあ言って。メリークリスマス。来年は一緒に過ごそう。心配だな、病気じゃ。したことないわ。ただのつわりってやつ。メリークリスマス。メリークリスマス。ロックリーがパパになるんだ。恋人が妊娠した。ありがとう。あの、たっぷりとお願いしますよ。よし、ロックリーが。ああ、どうも。あっちを頼む。メリークリスマス。メリークリスマス。どうだ。来ますね。すみません。ヘイ、スキート、何かクリスマスの歌を。何があったっけ。ジングルベルだ。ああ、ジングルベル鈴が鳴る。今日は楽しいクリスマス。ヘイヘイ、メリークリスマス。メリークリスマス。ああ、ものすごいよ。まあいいわね。何？こっちはめっちゃ雪出したし、コメントリーに5対1で負けたのよ。こっちはとっても本当にデクの模様。5対1で負け。嘘だろ。ちょっと変われ。ジェームズが話したいって。いいわよ。サンドラ元気？あなたは？まあね。クリスマス楽しんでる？君と一緒に飲みたかったよ。私もよ、ダーリン。そんなこと言うと旦那になるやつが怒るぞ。いつ結婚するなんて言った？じゃあ王子様を待つのかい？あと、やつが戻ってきた。ああ、それじゃあ元気でな。早くしろよ。メリークリスマス。もしもし、あっち行け。なんでもない、ちょっとバカどもが騒いでて。隣ってどういう夫婦だよ。旦那は火薬工場で、奥さんは市役所の戸籍係。誰に聞いた。情報収集さ、近所付き合いも大事だぞ。そうだ、ワイン。ワインはダメだよ。どうして。ムスリムの人は酒を飲まない。
ワインくらいやるだろう。怒るかも。だけど手ぶらじゃな。おい、バナナなんかどうだ。冗談きつい。はい、フィーリー中尉の秘書です。出かけるところだったのに。はい、どうも。ロックリー中尉は急用ができてしまって。じゃあ入って。ありがとう。そちらへどうぞ。あ、何か飲みます？ウイスキーを、もしあれば。ありがとう。主人はまだなんです、残業で。あなたの役所では今でも婚姻届の受付を？ええ、愛はなくならないわ。お子さんいらっしゃる？いいえ。娘ったらうるさい音楽ばっかり。ちょっと失礼していいかしら。どうぞ。いや、待たせたね。残業があって我が家へようこそ。どうも。アルミラはお客さんをほったらかし？お嬢さんの部屋へ。さあ、あの、おかわりは？まだありますから。本当に、うん、まあ座って。さあさあ。ロックリー中尉は休養ができてしまって。工場の方はどうですか？どうって、以前と違って従業員の中でも私は今では少数民族なんだよ。いや、ただいま。お帰りなさい。いや、一体いつまでいられるか。乾杯。乾杯。アメリカ出身？まさか。しばらく住んだだけだよ、経営学を学ぶために。それが専門でね。ハーバード大学。出会いもそこで？いいえ、家内とはサラエボの大学で知り合った。私たちが住んでいたのは世界一美しい町だったわ。お互いの宗教も気にしない。ああ、いいご近所だったし、娘が生まれ幸せは永遠に続くと思った。でもここに移された、政治のせいで。その後サラエボは破壊されて、私たちは助かったけど、もう一度サラエボに戻りたい。ここは呪われてるって言うんだよ。ええ、そうよ。この町は呪われてる。食事にしましょう。お供が横についてます。ああ、
注意、停止しましょうか。ここまで来たのに様子を見よう。どこにも怪我ないか。熱い紅茶のシャワーを浴びましたね。スキート、スキート、どうしたんです。本部、こちらアルファ30、攻撃を受けた。目下待機中。アルファ30、状況報告をどうぞ。こちらアルファ30、今状況報告はできない。トラブニクの新市街で橋から落ちた。見えるか、ジェームズ。スキート、大丈夫か。スキートが撃たれてる。ジェームズ、シート外せ。ダメです、外れません。まだなんですか。今ビテスから向かってる。さっさと出ろ。誰かこいつに着替えよう。あそこで引き返せばよかった。お前は悪くない、任務を果たしただけだ。お前に負けたくなかったんだ。自分を責めるのはもうやめろ。分かったな。お前ならどうした。いいか、スキートは死んだんだ。ちゃんと部下たちと話せ。キートは死亡した。注意、敵を撃ちましょう。撃った奴らの家は分かってます。できればそうしたい、本心だ。だが無意味だ、残念だが。
あ出てこい腰抜け野郎ども。バカな真似はするな。親友だったんです。お前までやられてあいつが喜ぶと思うか。あの世で悲しむぞ。わかりました。代わりの操縦士がいる。誰がいいかな。スキート以上のやつなんていません。そうだな。ホックウェイがいいと思います。そうしよう。足止め中。どうぞ。こちら本部、今連絡を試みている。どうぞ。本部へ。セルビア側と無線で話し合って早く我々の通過許可を出すように言ってほしい。レッツインだちもじだスートラモチーナプレージュ。明日になれば通してやると言ってるわ。いや、今すぐ行かないと村が跡形もなくなってしまう。今夜はここで野営する。操縦士以外は二人一組で見張りに立て、セルビア兵に近づくんじゃないぞ。タイ、タイ、ラングラバーさんから連絡がありました。何だって。セルビア側が我々の身分照合をしたいと言っています。何なんてこった。Ханник. Соханник. Откуда сте? Куниwa doko? Игилис да. Британец. Соханник. Соханник не британско презиме. Откуда су му родители? Лёшин на сушшин ва doko datte? Поланд да. Анто ни канкей най зе. Поляц су му родители. Зашто поляк хоче да спаси Балие?なぜムスリムなんかの味方をするのかって。任務を果たしてるだけだよ。Каже само ради свой посао。ポーランド野郎か。クソったれめ。親父はクズに違いない。よし次。エンゲル、ユダヤか。ポーランド野郎よりは少しマシだな。次。もう通っていいが、車を制限するそうだ。何台ですか。トラックは1台だけにしろと。たったの。そんな冗談でしょう。2万4000人の難民がいるんですよ。我々は瀕死の重傷者だけ運び出す。あの音を聞いてください。それでも1台じゃ足りません。もう決定したんだ。12時間しかないぞ。
りゃ大虐殺になる。村人はどこなんだ。あんなとこにいたんですね。Dobar dan. Dobrodošli u Sase. Ja sam lokalni zapovjednik. この地区の指揮官です。Zovem se Hanka. Ajde, drago mi. こう伝えてくれないか。特に怪我のひどい重傷者だけを連れていくと。Mi smo u stvari oni su došli ispred britanskog bataljona i došli smo ovamo da pokupimo najozbiljnije ranjenike. Tako ako biste mogli molim vas da pomognete da svojim ljudima kažete ili ja im mogu reći samo da pokušamo da ih prevezemo na sigurno. Znači samo da vam objasnim. Situacija je ovakva. Ovi ljudi su došli da pokupe, da uzmu sa sobom samo nekolicinu od nas. Nemoš. A ostali mi. Šta ćemo mi? Čekajte. Šta ću vam reći? Znači to znači? Šta ćemo sa djeci? Mi znamo šta to znači, doći će Srbija, ako oni odu. Nam to iti. Lava, lava, djecu, lava, da ne mogu ići odavde. Manko, reci. Pomozi. Ajda! Kanođo va ima, secmeš tijeli tokoro des. Znači, mi moramo... Kruma o tan sasero. Čekajte. Ići ga semaj no de dekimase. Šta ću vam reći? Magata. Imamo načina. Legnite ispred ovih vozila, oko ovih vozila. Nante itterunda. Kegani wa doko ni iru? Moramo sprečiti njihov. Koko ni nokotte Serbia gun kara mamotte kurette. Mari ga, sore wa dekinai. Zen yoku kike. Kegani wa kuruma ni noseru. Tatemono no chikaku ni chare wo yosero. Kore wa nan no mane da? Wareware wo hitojichi ni suru ki desu. Nani? Kougeki sarenai tame ni desu. そんなバカな。一体どうなってるんだ。彼らは誤解してるんだよ。とんだ勘違いよね。ゲン、これじゃ身動きも取らないよ。待っていろ、私が何とかしよう。俺たちを置き去りにして逃げてった。こうなったら何か方法を考えよう。村人をなぎ倒して進むわけにはいきません。もしも居残ったら我々までセルビア軍に攻撃されかねないんだぞ。ここで死にたいのか。今頃ラングラバーが通報してるかも。あの男が頼みの綱なんですか。失礼。ああ、あっちで女の人が怪我をしてるの。足に手当てしてもらいます。あそこ。ああ、いいですよ。じゃあ行こう。ありがとう。いいよジェームズ、俺が行く。すまん。ハンカだね。よろしく。どこだい。Thank you.
これを頼む、生存者を探してくれ。みんな頭を低くしろ。今すぐにこのバカな砲撃をやめさせてくれ。腐って。ミナグラナティランはとセロンドニススルプスケグラナティ。砲撃してるのはセルビア軍じゃないって。それじゃあムスリムが仲間を襲ってると。Значит, мусульмане сами себя гаджи. Мислим да да. ああ、多分そうだろうと言ってます。ソハニック、ソハニック、早く乗れ。あんな腰抜けは放っておこう。おい、一体何やってるんだ。早く乗れ。早く撤退するぞ。さあ行くぞ。よし、前進して方向転換だ。早く移動しないと。でも仲間たちが残ってます。くそ、何なんです。どうやら移動する気らしい。逃げる気なんだ、ジェームズ。タイ、ダメです。止めてください。タイ、止めてください。いいから上官の命令に従え。分かったか。いいか、黙ってた。空上無茶苦茶です。こんなのって無茶苦茶です。このままでは私の部下の命が危ない。頼むから毒用に話してくれ。本当にすまない。できれば力になりたかったが何もできない。だから君たちも避難してくれ。自力で避難するんだ。わかった。プスティヒダイド。道を開けろって。スクロニセサプータ。ありがとう。どこへ行くね。セレブレニッツァに逃げるそうです。幸運を。ありがとう。ユナイテッドのファンなのかい？マンチェスター。
どの選手の？そうかい、ギッグスか。あのクソったれた夢。Gdje ste vi do sad? Brinuli smo se da niste možda zaboravili rok. 12 sekan na jaksok na noni, nani o šteta? Aši dome sareta, vakatte to daro. Pitao da niste shvatili da nismo mogli da odi. Jesmo, shvatili smo, ali nismo mogli više da čekamo. Ali sad ste barem na sigurno. Šikaši, buđi de nani yori datta na tte. Kutavari agari da. Morat ćemo pretražiti vozilo. Šanai o kensa štaj to. He! Kotovaru! Sonda koto wa sasenai. Kaži da nažalost ne može. Ovo je srpska teritorija. Vi ste na srpskoj zemlji. Koko wa Serbija no ryoiki da to. Dame da! Ali sad ste barem na sigurno. Kanke ne. Kuruma no naka wa kensa sasenai. Jesmo shvatili smo, ali nismo mogli više da... Sore dake wa kotovaru! Zettai ni dame da! Kotovaru! Hanachi wa owari da. Šta kaže?君たちの言い分は最もだと思うけど、今事情が事情だし、何も隠してないだろう。いいか、指揮官は私なんだ。何と言われようと、あんな戦争犯罪人どもに車両の中を見せるわけにはいかない。感情的になるな、単なる手続きだよ。中を調べるそうだぞ。いたずらに命を危険にさらすな。ちょっと待った、ここは私の管轄だ。あんたの指図は受けないぞ。だが彼らも、これが仕事なんだよ。それに我々は中立の立場だから、後部のハッチを開けてやろう。見せるだけで手は触れさせない。妥協することも必要だ。Onaj mali pozadi nije britanski vojnik, recite im da ga izvedu van. Sonoko, oroze to. Ja, Watasanai. Neće ga pustiti. Ma, šta neće? Neće, odi ga napolje. To je špijun. Sad je ratni zarobljenik i bit će onako kako ja kažem. Recim da ga puste ili ćemo ih sve pohapsiti. Dojsa! Dare da sojca? Ušao šta šonen des. Engel, naze omaj gun no uagio? Samu gatta no de. その子は我々の捕虜だから引き渡せって。渡さないぞ。まだ子供なんだ。君の気持ちはわかるが、それはできない相談だ。どうかお願いです。お前は任務を忘れたのか、ジェームズ。ちょっと待ってください。ジェームズ、引き渡すんだ。俺は嫌です。他に選択の余地はない。殺されるんですよ。君はイギリス兵だ。感情に左右されずに任務を果たせ。ギッグス、心配するな。Službeni prigovor u vezi ovoga. Ovo je grubo kršenje našeg dogovora. Kužo mo shitateru sou desu. Oi, James, kakugo shite oke wo. Sohaniku gunso. Sohaniku! Hai. Ato de kono otoko o watashi no tokoro e tsurete koi. Hai.
いいな。もしあの子の身に何かあったら、苦情どころじゃ済まさないからな。ボディガ、みんな待った。あ、くそ。待つんだ。ねえ、ちょっと。ここは危険だ。地雷原かもしれない。ここが第二次大戦中の教会。ナチの手先がユダヤ人とセルビア人をここに集めてドイツに送った悲劇の谷なの。これでも呪われてないと言えて。新しいお墓だわ。止めてちょうだい。タバコ持ってる？戦況が悪化したとき、頼れるところはあるの？逃げることはできない。主人は今の仕事に誇りを持ってるし、ここが私の家だから。何かあったら迷わず逃げて。
Я, Джон Фили, чуйда. Нанека мондай демо? Кокурен, вакару кай? Кокурен гун но моно да. Карера о досу? Кажете им да их водимо због нихове особне сигурности. Анзен но таме ни осо е уцусу. Коко ва анзен да то итте куре. Каждому изгледа да су прилично сигурни овде. 君たちは上官の許可を得てやっているのか？だれダリオコーディチドブリオワクチュさよなら。どこへ行くんです？ちょっと気になるところがあってね。徐行しろ。ジェームズ、おい、何してる？下ろしてやろうと思って。もし爆弾が仕掛けてあったらお前も吹っ飛ぶんだぞ。じゃあこのままにしとけって。そうだ、お前の骨まで拾いたくない。ソハニックの言う通りだ。左折だぞ。了解しました。
なんてひどい。子供までが。靴を履く暇もなかったんだ。ムスリムでは家の中は裸足だ。俺の妹も家じゃ履かないけど。ムスリムか？いや、カーペットが汚れるからだよ。あっちの家を見てくれ。わかった。半分跡形もない。行くぞ。注意。その人、大丈夫。今手当てをしてあげるからね。私たちは国連軍だ。怖がらなくていい。ミンカ、襲いかかったりはしないから安心するようにって言ってくれ。怯えてるわ。手を握ってあげて。傷を見るぞ。大腿骨が砕けてる。救急車何をしてるんだ。よし、伝えてくれ。痛みを和らげるからと。大丈夫、ただの注射だから。何も。嫌がってるわ。銃弾が何発も足の中に入ったままなんだぞ。今処置しなければ担架で運んでももっと痛くなる。もう限界なのよ。優しくね。よし、済んだ。上手だわ。ロックリー、こっちだ。ひどい、焼かれたんだ。生きたままな。どうした？いつか一緒に遊んだ子供だよ。大丈夫か？
いいから外に出てろ。ほら。8人だ。残酷すぎる。なぜあの家は無傷なんだ。十字が書いてあるからかな。誰かいる。隣がやられるのを黙って見てたのか。から落ち着けよ。落ち着くんだ。冷静になれ。耐えるんだよ。大丈夫か。行こう。山ほど買い込んじゃった。ベビー用品ばかりを。何買ったか聞きたい？あ、なんか興味なさそう。いや、あると思う。何か変？疲れてるんだ。どうかした？片付けをさせられた。あら、部屋の掃除とかを？軍隊って学校みたい。なんだこれ。ポテトだよ。おい、何するんだよ。ひどい一日だったんだ。新しいポテトを作ってくれ。頼む。用意しろ。新しい操縦士はどうだ。スキートにはかないませんよ。まあそうだな。ホックウェイは頑張ってますよ。やだ、あなたったら本当にお世辞がうまいんだから。お世辞なもんか。俺は石田って本気さ。一途な男なんだ。酒に誘ったんだよ。民家は国連の職員になりたいそうだ。飲むかい。俺はいい。そうか、邪魔はしないよ。おはよう。おはよう。
ありがとう。ああ、昨夜言い忘れてたよ。基地へ戻れってさ、いよいよビテズが危ないらしい。何をやってる？何言って？とぼけるなよ。君は父親になるんだ。説教やめてくれ。これは友人としての忠告だ。じゃあそういうお前の方はどうなんだよ。このグラスの口紅は、彼女は他人の女房だぞ。戻ることになったんだ。主人は避難しろって。その方がいいね。ええ、そうするわ。娘のためにも。で、出発はいつ？荷造りがあるから明日。見送りに来るよ。無理しないで。必ず。クロアチア軍が前進している。ビテスでも襲撃があった。そこで今後は24時間パトロール体制だ。アハミッチ村の一件だが、自分たちを責めるな。我々にも限界がある。いいな、油断するな。中は2部屋あって、多分45名から50名ほどだ。この家の中だ。どうする？死体にならないうちに助けよう。オッケー、にっこり笑えよ。そうすると安心するから。ほら、止まらないで。おいで。あの、ガーニー隊から無線です。やります。大丈夫かい？さあ。よし、さあ乗って。足元気をつけて。こちらワンゼロ、どうぞ。ガーニーだ。そっちの状況はどうだ？少数ですが、難民を移送します。負傷者だろうな。
ここに残せばそうなります。負傷者以外は残せよ。ですが大尉、それ以上の権限は我々にはないんだ。お言葉ですが、このままでは死体袋が大量に必要ですよ。アルファ1ゼロ、ストーン少佐だ。スタンドプレーは許さない。難民の避難は中止だ。分かったな少佐。これは大佐からの命令だ。以上。全員下ろせ。え、なぜだ。大佐の命令だ。今乗っているものだけでも。上官の命令だ。赤ん坊がいるんですよ。気持ちはわかるが仕方がない。こんなの間違ってる。あんたら平気なんですか。早く下ろせ。Spasite barem njega, molim vas. Ja, dame da ti te kre. Uzmite ga, molim vas, uzmite ovo dijete. Jedino njega vi, jedino ga vi možete spasiti, ubiće ga kao i mene, molim vas. Dame da, konnaru komaru jo. Uzmite ga. Oj! Oj, komaru jo! 放ってはおけませんでした。彼らを移送したら、セルビア軍はどう思うと思う。でもあの時は彼らを死なせずに救い出すチャンスだったんですよ。何も死ぬとは限らないだろ。いえ、一件どころずやられるに決まっています。頭を冷やせ。自分が何言ってるか分かってるのか。イギリス軍が助けに来るからムスリムを追い出しても構わないと思わせていいのか。彼らを移送するということはムスリムの指導者も望んではいないんだ。みんな異常だ。我々は困難な任務に当たるプロだ。そのことに誇りを持て。誇り？冗談でしょ。我々の任務は負傷者の援助で、戦闘時にはあくまでも中立を守り、民族浄化には加担しないんだ。分かったな。自分の身が可愛かったらそれを忘れるな。話は以上だ。ご主人は？いないわ。身の回りのものを持って基地に行こう。分かった。主人は仕事に出かけたんじゃない。戦いに行ったの。それは確かなの？あの人は銃を隠し持って出た。おとなしく敵を待つ人じゃないのよ。頭のいい人だ。きっと大丈夫。無謀なことはしないさ。ここで働けばいい。何の仕事して？通訳をやってもらう。彼はハンガリーに避難しろと。ああ、その方がいいかな。でもここだったら安全に暮らせる。不便はない？ないわ。ごゆっくり。起きていたの？卒業式のドレス、うちに置いてきちゃった。とっくに学校は閉鎖されたわ。明日また再開するかも。いいえ、無理。パパから連絡あった？いいえ、まだよ。お腹は？ドレスが欲しい。
何か食べておいた方がいいわよ。ん？ねえ、うちも焼かれちゃうの？そんなことあるもんですか。それじゃあドレス取りに帰れるね。アルファ30こちら本部、タワー付近で爆発の報告があり、17266-500の15分前に町の中心部で大爆発が起こり、民間人と負傷者が多数いる。安全が確認されるまで周辺の警備に当たってほしい。安全は確認できたのか？いや、まだだ。危険な状態といって、もうしばらく状況を見て改めて報告する。了解した。更新を待つ。連絡がありました。ラングラバーさんが今こっちへ向かっています。エンゲルはどうした？エンゲル注意、来てください。君に頼みがある。なんだ？ラングラバーを足止めしてくれないか？ああ、任せとけ。お前はパトロールに出ろ。しばらく戻るな。何をやる気だ？その間に僕の責任でみんなを避難させる。よし、俺も一緒にやる。こっちです。こっちです。おい、頼むぞ、女性だ、二人乗せてやってくれ。いいわよ。当分戻れないかもしれないから必要なものをまとめて、男の子たちの写真なんかもね。これできっと除隊処分だな。俺もお供しますよ。俺もです。最後にいいことができてよかったです。お前も。これで誇りが持てます。北へ右に曲がれ。一気に斜面を突っ切れ。
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين一旦は拒絶されていた調停案が再浮上し、まもなく合意が実現する見通しです。長い間、ほら、アホが出たぞ、本当だ。手の届くところまで来たことを私は大変喜ばしく思います。今回我々の仲介で実現した代表者会議によって、長い間どんまかしていた内戦、ムスリンとクロアチアが捕虜の死体を交換したいから仲介してくれと言っている。わかった。いや、わからないよ。まったく、なんてやろうともだ。ああ、そっち。交換を拒否してる。5体あるはずで、拉致された証拠を返さない限り、ムスリムの死体は渡せないと。ムスリムの死体は何体だ？98体。 98?本部、こちらアルファ10。拉致されたクロアチア将校に関する情報を知りたい。行方不明のままだ。それより死体の確保を最優先にせよとのことだ。以上。了解。Кажете му да имамо неке мушкарци и дечаке из Ахвича. Варевари ва муслими но мурабито тачи о косок штеру. Тали часник не буде одмах доведен овде. Шоко кајса на инара. Тате моно гото бакаши. Онда би могао ове жене дати својим људима. Муслими но онна тачи о окасто. いいか、彼女たちは民間人だ。ジュネーブ条約で保護されてるんだぞ。もし危害を加えればお前を戦争犯罪人として起訴する。私が法廷で証言してやる。そんなの無駄だぜ。君は？それよりあのトラックに一人生存者がいるぜ。確かめてくれ。Nek se ona i tamo popinje na kamion i nek ga sam skida dolje. Orošte, crete itte mo itte. Demo, kare ni jarasero to.国連軍か。そう、国連保護軍だ。よし、さあ起きて、しっかり。いつからあのトラックの中に。ずっと。今痛み止めを打つ。Ej, musliman. Ej, što ležiš? Ej, musliman. Ti. Uveću te. Ej, što ležiš? Balja.
あの中は死体の山ですよ。商工宿舎の隣の家族を覚えてるか。あのブロンドの奥さんだろ。彼女の旦那だ。あれじゃ君の顔もわかるまい。あいつらに言いたいことがある。伝えろ。貴様のおふくろはバイタだ。貴様みたいな豚は。いや、それじゃ豚が気の毒だが。人間としてはクズだ。女子供を殴り殺しにして喜ぶやつだからな。金玉はあるか。貴様も出せよ。さあ、あれを出せ。ついてないのか。おふくろさんがフェラの最中に食っちまったか。黙ってないで何とか言え。それでも男か。どうした、やりたきゃやってみろよ。俺をレイプしてみろ。どうしたよ。さあ一対一でやろうじゃねえか。待って、どうしたい。ハロー。そのクロアチア人は内心実は喜んでいました。ジェームズを公然と殺す口実ができたんですから。まさか本気で。ああなれば誰でもそうします。あなたの見たところ、ジェームズ二等兵はやりすぎたと思いますか。どうしてです。彼を戦争犯罪で起訴するんですか。理解したいだけですわ。任務という点では確かにやりすぎでした。でも彼は英雄です。罰を受けると知っててモルヒネを打ったんですから。コーヒーいかな。ええ、結構です。クロアチア側の指揮官の名前は。ええ、知りません。前線にいた兵士で刺繍が染み込んでた。名前がわからないと証言になりませんね。役に立ちたかったのに。男だ。子供6、7歳かな。クロアチア人たちはたった4つの死体にすがって泣いていました。ムスリムがこんなひどいことをしたと。そして彼らが返してよこした98人の死体はぐちゃぐちゃでした。まるでトラックいっぱいのゴミみたいに。せめて私たちは人間らしく葬りたかった。これはどうやら男性の下半身らしいが、上半身はない。全員軍人だと言っていましたが、嘘です。背広の男もいたんですから。背広姿で戦う兵隊なんてどこにいます。どの死体もバラバラで、子供でさえ
ひどすぎる。ごめんなさい。こんな聴取は辛いわね。あの勲章は？もらいました。おめでとう。いえ、当然です。気をつけ！ご苦労、総長。全員休め！ではみんな、祖国に帰るぞ！幸運を。いや、寂しくなるよ。元気でな。いつかイギリスにおいでよ。ええ、出してくれ。ケーキの材料頼むわね。焼いてくれるのかい？もちろんだよ。いい子だからだだこねないでちょうだい。買えないの、帰るわよ。買えないって言ってるじゃないのよ。15ポンドなんて高すぎるわよ。ねえ、これはいくらかな？これでどう？やだ。何が気に入らないのよ。えいいわ、じゃあこっちのはどう？どうして？これも同じじゃない。え、お菓子も買ってあげたのにわがまま言わないで。もうどうしようもない子ね、クリスティ。本当に何見てるの？どうして泣くんだい？ひどい目に遭ってる子を大勢見てきた。でも手も足もあり、頭だって吹っ飛ばされてない。わかるかい？わからないだろう。自分たちがどんなに幸せか。行かないと警察呼ぶわよ。黒焦げの死体を見たんだ。おいで、行きましょう。その男頭が変よ。お茶入れるわね。
ロックリーさん。外に出たいんだ。何があったんですか。庭をその耕していたら彼女が後ろにいた。で驚いて、あとは覚えてません。奥さんを突き飛ばしたんですか。妻じゃない、恋人だよ。でも赤ちゃんはあなたのです。当然だろ。単なる確認ですよ。ええ、俺の子供です。陸軍の中尉さんですね。ええ。戦地へ。ええ。6ヶ月ボスニアに行ってました。辛かったですか。彼女を虐待してるわけじゃない。確かに最近俺は変だった。彼女も心配して子供が欲しくなくなったんじゃないかって言ってましたけど、ボロ雑巾みたいに殺されて川に投げ捨てられた赤ん坊の死体を山ほど見た後じゃ、生まれてくる子にどんな服を着せようかなんて考える気になれないんですよ。あの子たちを見殺しにしたこの俺に父親になる資格があるなんて思えないんですよ。戻りましょうか。さっき生まれたわ。もう大丈夫。赤ん坊は元気よ。男の子。抱いてやって。結構です。また別の日に。え、夢を見ますか。俺昔はサッカー選手になって大試合でシュート決める夢でしたが、今は死体の上を歩く夢しか見ません。実際に歩いたから。まるで足元がおぼつかなくて、今にもつんのめりそうになって。
もうチキンも食えません。死体の匂いを思い出すから。いや、我々があそこでやったことは誇りに思うべきだ。ええ。明日までに手配しておくよ。じゃあ。ここに比べればボスニアなんて天国さ。見たのか。見なくてもそのくらいわかる。あれ単なる仲間割れ。どうしてだ。みんなが言ってたよ。あそこじゃ頭を低くしてりゃいいって。どうってことない。フィーリー言ってたよな。ああその通りかね。忘れたよ。飲もうか。ああ Saunders reaching him in the center, being joined by Townsend now. That's Townsend! And Miller! Saved from snatched in an injury time! Andy Townsend! Delighted Villa supporters! And they seem to have pulled this one right out of the fire! Extraordinary this second half.中は空ですよ。いいですね。じゃあここにサインを。ご苦労さんです。
Thank you.